横浜 DeNA ベイスターズさん、バウアーの流出阻止へ全力。DeNA、バウアーの流出阻止へ全力。できる限りの手段を使って契約に結びつけたい。チーム統括本部長明かす。ファースト S 連敗で終戦となった DeNA 萩原チーム統括本部長は、今オフに契約が切れるトレバー・バウアー投手について、本人からシーズンが終わってから考えたいという意向は聞いている。これから全力で交渉していきたいと思います、と語った。絶対に残ってほしいかの問いに、はい。そう思ってますと、力を込めた同統括本部長。昨年も今までにない斬新な契約を提示したと思うんですけど、引き続き彼らもクリエイティブな発想は大歓迎だと本人も言っていますので、できる限りの手段を使って契約に結びつけたいと思っています、と語った。バウアーって安く見積もっても年俸30億とかだろ？絶対無理だろ。そんな働きしてない。せいぜい10億。バウアー20億使うくらいなら5億の先発外国人2人取ろう。バウアーが DeNA 残留なんて絶対にないだろ。年俸はソフトバンクが30億。巨人も歴代球界最高年俸用意してるって話だし、何より無罪証明されてメジャーも獲得に乗り出すだろ。日本だけでもこんだけ高年俸出してくれるチームあるのに、さらにメジャーとも争奪戦になるかもしれんのに、逆に DeNA にバウアーが残ったらそこまでして DeNA を選んだわけを聞いてみたいわ。都合に見捨てられ、梶谷に見捨てられ、今永に見捨てられ、バウアーに見捨てられ、主力という主力が残らんよな。そういう風土なのか。まあバウアー今永はいなくなる前提で補強始めてくれや。あとリリーフもなんとかしないとダメだぞ。今年補強で失敗したのにまた補強？同じ過ち繰り返してどうする。阪神を見習って育成に力入れないと。クリエイティブとか相変わらず優勝とかより最先端なことしたいんだな。フロントはわら。バウアーもう1年分から揚げくん上げたら残ってくれへんか。バウアー今永いなくなるし、弱体化は目に見えてるし、で来年ファン減りそうね。巻きだけで人気維持できるほど甘くない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。